はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたに健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、妊娠できないのは年齢のせい？というお話をさせていただければと思います。はい、引き続きですね、不妊でお悩みの方からのですね、ご質問に対してお答えさせていただければと思います。はい、ご質問の内容としましては、不妊治療を何年も続けられています。でそこでですね、なかなか妊娠ができないんですけども、病院の先生からはですね、35歳を過ぎているから、年齢のせいなんじゃないですかっていうようなですね、ことを言われましたと。はい、私はもう諦めるべきなんでしょうかというですね、ご質問をいただきました。はい、この方は35歳という年齢だということなんですけども、まずですね、お伝えしなくてはいけないこととしては、確かにですね、35歳をですね、過ぎると、妊娠率だったりとか出生率っていうのは、低下しているというですね、数字的な、データは確かにありますよね。ただですね、これ私まずお伝えしたいのは、この病院の先生がですね、その方っていうのは妊娠をしたくって不妊治療を受けられているわけですよね。でその人に対して年齢のせいなんじゃないですかっていうことは、治療としてどうなんですかっていうことなんですよ。はい、そのことを言うことによって精神的なダメージって計り知れないですよね。でそれによってですね、実はその方の妊娠率ってさらに低下するんですよっていうことを、やっぱりまずは理解していただきたいとか考えてほしいということなんですよ。でちょっとその前に一つお伝えしたいのはですね、年齢が高くなれば確かに出生率は低くなりますけども、35歳以上でも妊娠して出産されている方っていらっしゃいますよね。じゃあそういう事実もあるわけじゃないですか。じゃあそれは何の違いなのかっていうと、細胞の年齢なわけですよ。はい、年齢的な、確かに年齢っていうところもあるかもしれないんですけども、体の健康的な細胞であればですね、若々しい細胞、体であればですね、妊娠することって、全然可能ですよね。出産されてる方いらっしゃるじゃないですか。じゃあもっと分かりやすく言うと、若くて病気になられる方、そして、年齢が重ねられても病気にならない方っていらっしゃいますよね。そういった方っていうのは、いわゆる代謝がいいっていうことになるよ。なるんですね。要は体の悪いものを出して、いいものを入れてるっていうことをすれば、体っていうのは若い状態保つことができますよね。ただ体がこう年齢が若くてもですね、悪いものを入れて悪いものを出せないっていう形になれば、それは病気になりますよね。体の中汚れますから。そういった方っていうのはやっぱり妊娠もしづらいということをシンプルに言えるわけですよね。なので年齢を重ねられても妊娠できている方、出産されている方がいらっしゃるということは、年齢のせいだけではないっていうことをまずですね、認識するべきですし、そういったことをですね、言ってしまうと、その人っていうのはもっと妊娠しづらくなるっていうことになるんです。でそのメカニズムをもう少しお話しさせていただくと、いわゆる栄養的なバランスっていうところももちろん大事ですよね。体を作るっていう意味でも、でも精神的なバランスっていうこともすごく関与するわけですよ。妊娠に対して、妊娠だけじゃないですけども、特に妊娠に対しては精神的なバランスっていうのはすごい大事なんですね。何かっていうと、なぜかというと、ストレスを抱えます。人っていうのはストレスを受けることによって、抗ストレスホルモンっていうのが分泌されるわけですね。抗ストレスホルモンっていうのは、いわゆるですね、コルチゾールだったりとか、ノルアドレナリンだったりとか、そういったものがですね、分泌されるんですけども、それによってですね、ステロイドホルモンになりますから、副腎のですね、ホルモンっていうのが分泌されるわけですよ。で、副腎からのですね、ステロイド系のホルモンが分泌されることによって、性ホルモンの分泌がやはり弱くなってしまうんですね。なぜかというと、ストレスを抱えると、抗ストレスホルモン、ストレスを解消するための、安定させるためのホルモンっていうところが分泌されるわけですから、それに対して性ホルモンの分泌が弱くなってしまうんですね。それによって、また妊娠しづらくなってしまうということなんですよ。で、それっていうのは専門家であれば絶対に分かるはずですよね。それなのにもかかわらず、治療する立場の人がですよ、年齢のせいじゃないですかっていう逃げの言葉を使うっていうのは、ただの保身ですよね。そんなことしても意味がないわけですよ。患者さんのためにならないわけですよね。だったら、確かに年齢のせいもあるかもしれないけど、年齢だけじゃなく、こういった原因もあるんですよっていうことをしっかり伝えてですね、しっかりその次のステップに導いてあげるっていうことが、私が一番大事なのかなというふうに考えています。なので、年齢のせいだけではないですし、かつそれをさらにですね、こう、悪い、要は改善じゃなくて、改悪してしまう、悪いように、こう、捉えさせてしまうっていうことを発するっていうことは、やはり私は間違ってるんじゃないかなというふうに思っています。なので、年齢のせいだけじゃないですから、年齢が重ねられても妊娠される方もいます。でも、それのためには、細胞の、要は若さですよね。
栄養的なバランスもそうですし、精神的なバランスっていうところをしっかり保っていただいて、そこでしっかりですね、まあ、妊活っていうところにですね、励んでいただければなというふうに考えています。ということでですね、今回妊娠できないのは年齢のせいですかっていうのですね、ご質問に対してお答えさせていただきました。ただですね、この今回の内容というのは私のですね、オリジナルの内容ではなく、私の仲間の先生のですね、鴨田先生という先生のですね、動画を参考にさせていただきました。鴨田先生はですね、不妊の方に対しての栄養のサポートだったり、ファスニングのサポートだったりとか、まあ、生態でのサポートをされている先生になります。鴨田先生のですね、オリジナルの動画ですね、まあ、今回の内容をさらに詳しくですね説明していただいているので、まあ、妊娠できないのは年齢のせいなんでしょうか、35歳を過ぎると妊娠できないんでしょうかっていう内容に対して詳しく説明していただいているので、鴨田先生のですね、オリジナル動画もですね、ぜひ下にリンク貼っておきますのでご覧になっていただければと思います。またご質問とあればですね、コメント欄で残していただければと思います。また今後もですね、健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はですね、これで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。